私のしがみつかない生き方っていう本で、去年出したメニューから私にはいろいろこう、ね、執着、お金に執着しすぎたり恋愛に依存しすぎてしまったり競争に、ね、囚われてしまったり、まあ、そういう生き方そろそろもうやめませんかっていう本なんですけども、まあ、そういうことを主張した本を出したものですから、よくですね、あなたの考えの元にあるのは仏教じゃないですかって言われて、仏教者の方とね対談をしてくださいって言われたり、まあ、お寺で講演をしてくださいって言われることが最近よくあるんです。で、まあ、別にお寺には足を踏んでないとかですね、まあ、そういった考えもないので、時々今まで何回かお寺の本堂でねお話をしたこともあります。そうするとですね、お寺の本堂には必ずこう、なんか、まあ、本堂って、なんていうんですかね、ここで、祭壇があって、別に私、仏教者ではないんですが、っていうのは、それは構いませんから、奉仕をしてくださいって、来るね、聴衆の方も別に、いわゆる信徒さんというんですか、そういう方ばっかりでは、旦那さんとかね、そういう方ばっかりではなくて、一般の方にも受け付けてますので、いいですよって言われるんですけど、ただ、こう、お寺の本堂で講演をするときには、この祭壇にちょっとね、まず入ったら手を合わせそれからお願いしますとかね、そこでなんかこう、キッキンなんか手を合わせてこう頭を下げるとか、なんかこうちょっとした儀式を作られることがあったりして、あ、まあ、それもそれでね、まあ、面白いというかっていうかね、なので、韓国から参加されたこともあります。で、まあ、ちょっとその私と教会の関係はまたね、そのお話の中で、まあ私はまあ本業というんですかね、この年中のお話の先生も今日だったんでしょうけど、本当に精神科医ですね。まあ、今も、割とこの今日は総武線で来ましたが、総武線で飲んでくるってこういった飯田橋にあります診療所の精神科の外来をやっていて、今日も本当は月曜日の午後は外来なんですけれども、今日祝日なもんですから、今日は外来お休みで、明日その周りにいることになっているので、今日はこちらに来ることができました。で、まあ、精神科の診察室に行って、あとは、まあ、大学の教員もやってるもんですから、大学で若い人たちにいろいろお話を聞く機会とかも最近はとても多いですが、まあ、いずれにしてもね、まあ、診察室にいても大学にいても、まあ、最近の人たち、特に若い人たちですね、が非常に生きるのがしんどい、生きづらい、生きるのが困難だっていう人たちが、まあ、大勢いらして、まあ、私そういう商売なもんですから、もちろんそれは昔からね、生きるのしんどいっていう方たちには多く会ってきましたが、まあ、それにしても、まあ、非常に増えていると何だろうない。というのはやっぱりその病院にいればね、生きにくいっていう人が来るのは当たり前、そういう仕事ですからね、当たり前なんですが、まあ、私が大学の教員として大学で仕事授業をねしていても、まあ、私はもともと精神科医ですよって授業の中で紹介をすると、大体まあこうやって講義をして終わって、皆さん質問ありますかって言っても誰も手を挙げない、さあじゃあ終わりますって言って終わると、みんなこう仕事には必ずこうレッスンを作ったりするんですよ。もうあったんだな、で、さっき手を挙げればいいのに思うと、その子たちは先生、私君なんですけども、どうしたらいいでしょうとかね、あるいは先生、私ね、どうしてもリストカットをねしてしまって、今回もね、ちょっとこの授業も5回も休んじゃったんだけどとか、もう君の見せられちゃって、あ、いいからいいからなんですね。まあ、そういうような、まあ、人たちの相談が、授業にも日常さらにそういう話が聞かれる。あるいは最近は本人だけじゃなくて、先生、私の母がうつ病で今これ薬飲んでるんですけど、これでいいんでしょうかなと言って、まあ、その場でいろいろ相談されて、いやちょっと今すぐここでバチバチはなんだからとかね、またじゃあ今度とかっていうような、もう本当にこう講義に行ってるのか、精神科のでとして相談に行ってるのかよく分かんないようなぐらい、まあ、いろんな相談を受けることがあります。で、まあ、
で、その子たち、その学生たちはね、じゃあ日頃からすごい病んだ感じでね、ものすごい問題が多いのかというと、そうではなくて、まあ、こうやって授業をしてるときはね、きちんと授業を受けたりとか、レポートを出してきたりして、まあ、いわゆるちゃんと社会的にも適応してるかのように振る舞ってるわけですね。で、話を聞くと、バイトもしてるとか、彼氏もいるとかね、まあ、いた感じも元気なおしゃれなね、今の時の男の。で、私たち、そういうね、表面的なものを見て、勘違いしてしまって、あ、この学生は元気な、普通の学生だな、何も問題ないな、と思ってしまうんですが、まあ、一皮の手間というでしょうか、実は、って言って打ち上げる話は、この病院の中で聞く話と、ほとんど同じ、起きてるのが嫌な、とかね、もう本当に毎日がしんどくてたまらないとか、今もうギリギリの状態ですとかですね、非常に追い詰められている。まあ逆に言えばね、病院に来れる若者たちはもう自分はもうしんどいな、大変なんだということをね、ある意味開き直って周りの人にも言って学校を休んだり仕事を辞めて引きこもりになってしまったりしていてね、周りの人たちも大丈夫なんだ、ちょっと病院行った方がいいんじゃないって言ってね、来て、まあ、いわゆる先生堂々と病人をやってるんですかね、そういう人たちですから、まだね、本人もね、じゃ あの通ってきて薬を出したりね、病院で提言できますかなんて言って、まあその 病気を治すという治療というシステムに乗っかってるんでね、まだこっちもいろいろやりようがあるし、本人もある意味楽というんですかね、あの堂々とね、いや先生この薬が飲めませんでしたよとかね言えるんですよ。ところが、今言った学校、大学に来ている学生たちの方がね、一見、別に何も問題なさそうですし、ね、別に今は、その子たちは病人ではなくて学生、あるいはバイト先では従業員ですからね、そういう意味では、周りからも元気に振る舞うことを期待されてしまう。だから本人たちもね、元気に、まあ、元気そうに、ね、やってる。ででもこれはちょっと教員としての内輪話ですけど、困るのはね、例えばそういう、別にその人たちは病人として、ね、いるわけじゃなくて、患者さんじゃなくて私って学生さんですよね。で、その子たちが先生、私実は熱があるんですよ、とかって言う、あ、そうなんだ、いや、大変だね、で、さっきも言ったように、先生、私この授業もう5ヶ月ぐらいだったんですけど、なんとか単位をくれませんか、すいませんだけですよ。そうするとね、私は医者としては病院の中でそういう話を聞いたときは、それは仕方ないよ、ね、あなたうつでね、今しんどいんだからね、それは仕方ないよ、休んでも、ね、大学の先生にちょっと単位もらえるようにね、私診断書書いてあるから行った方がいいよって言うんだけど、ね、学校の教団別の子たちが来て、先生私5回休みましたけど単位くださいって言われたときには、ね、そんな病院じゃないのにね、いや3回以上休んだ人はね、単位出さないと書いてあるんですから、あなただけ特別単位はできませんよなんて言わざるをいなかったりするんですよ。だから向こうはね、先生だって医者でしょとかっていうような期待を込めた顔をするんですね。でこっちもね、もうそんな20人近くではうまいしね、場所によってね、病院にいるときは一緒で、いいよ、ゆっくりやりなさい、休みなさいなんて言ってね、大学ではやっぱない人は作れるですなんてね、なんかすごい矛盾してるなと思いつつも、でもその 病院とかね、患者さんってそういう制度の中にそういう人たち入ってないのでね、と一般の学生としてこっちも接するしかない、ね、そうすると、どうしても普通の社会のルールを押し付けてしまわざるを得ない、ね、というようなね、非常にこうむしろ困難な状況が大学の中で生じたりもする。でこれはね、企業でも同じですね。私今、いわゆる産業医ってね、病院の中で患者さんを待ってるんじゃなくて、企業に雇われて、あるいくつかの企業に2週間1回って、1ヶ月1回行ってね、そこの働いてる人たちの従業員の、まあ、いろんな健康の相談に乗るっていう仕事もちょっとしてるんですね。そうするとね、また厄介なんですよ。つまり産業医っていうのは、企業から雇われてるからね、病院ではない。ね、でだけども従業員の人たちは医者が来たっていうことでね、別にその人がどこから報酬もらってるかなんて気にしてないからね、診察医務室に来ているわけですよ。
私ひどいんですよ。そうね、産業残業でね、もう大変なんですよ。私もね、そのストレスが溜まっちゃってね、最近は本当調子が悪くてね、もうね、もう嫌になっちゃってるんですよ、ね、で、もう休みたいと思ってるんですけれどもね、あの、でも休みたい、これからしばらく休もうと思ってるんですなんて面白されますよね。で、これがまたね、病院の中だったらね、そりゃひどい会社ですね。ね、そんなとこね、あなた真面目に行く必要ないですよ。ね、あなた体がね、一番大事なんだから、もう残業できませんって言って、はっきりね、上司に言って、ね、そしてもうね、しばらくは停止で帰ってね、ゆっくり帰り始めてもいいですよ、とかってね、あるいは会社にいる人も手抜きをしてね、もうそれぐらいで楽ですよ、なんてね、おすすめするんですよ。ところがね、こちらもね、あの、企業の中でのね、相談となると、これはまたね、企業の、まあ、お金もらってるからちょっと変な言い方ですけどね、企業 の、まあ、あの立場としてもね、アドバイスをしなきゃいけないのでね、いや、そうですか、でもね、もうちょっとね、まあ、なんとか今この会社のね、大変な時期ですからね、あの、まあ、あなたの力が必要ですからね、まあ、少し、まあ、土日休むとかなんとかして、あの少し頑張ってね、なんとかこのプロジェクト終わるまでね、一緒に頑張りましょうよなんてですね、まあ、今見なきゃいけない。ね、あるいは百貨会社ね、もう私ひどいですよって言うのに、今後この会社それなりには一生懸命ね、従業員のことも考えてますよなんてね、まあ言ったりしながら、非常に何て言うんですかね、まあ、そういうことをしながら思うのがね、その、まあ、病院の仕事ってやっぱ楽だなってなんですけども、病院の中でする仕事っていうのはこっちも最初から医者、ね、相手は患者さん、病気の弱い方たち、ね、なのでもう100%の方たちの味方になって、ね、そして、まあ、その方たちを取り巻く環境の方が今悪いんだっていうふうにしてね、そして、まあ、一緒に、まあ、病気が良くなるように治療を進めていくというのが立場がはっきりしてくる、ね、ところが今この時代、そういった病人とか病気といった制度に入り込まないような、ね、病人未満みたいな人たちが大学にも企業にも地域にも大勢いるわけですね。でその方たちは別にあえて今ね、診断名というレッテルを貼ってね、お薬を必ず飲まなきゃいけないとか、毎週1回必ず病院に来なきゃいけないというものでもない、ね、ことでもない。だけども今のこのいろんな学校とか会社とかね、そういった、まあ、中でやっていくにはね、しんどい、大変っていう人たちですね。で、まあ、皆さんもご存知のように、今ね、特に会社なんかでは、コロナ禍とかね、いろんな、あのコロナ禍といって、求められる、一人一人に求められるね、病気の水準はどんどん高くなっている。人員を削減して人手も不足、人手不足で、ね、一人一人がやらなきゃいけない仕事はどんどん増えてる。さらには会社の中でも、ね、あの全員が主義なんて言って競争が導入されて、ね、社員同士もライバルで、その中で勝ち抜けた人だけが高い報酬とか評価を得ることができるという、もうみんな気を抜けない、ね、状況になってるわけですね。そういう中でね、まあ、やっていけない、そこにはなかなか適応できないという人がいるので、これはもう当たり前のように思うんですが、じゃあその人たちは病気なのかというと、それも違う、ね。でもそういう人たち、はっきりした病名はつかない、治療の必要性も今すぐにはない。でも今のこの教職みたいなね、このいろんな会社とか学校の人たちがね、そこに乗ってやっていくことができづらいっていう、そういう人たちが今かなりの割合でね、今いるわけですよ、いろんな組織とか場所とかにね。その人たちをどこがね、一体受け入れてあげるかっていうのがね、その人たちの居場所がどこにあるのかっていうのがね、非常に大きな問題になっていますよね。で、まあ、若い人たち、まあ、そこでね、それこそが教会です、教会がその人たちのね、受け皿になるんですっていう、まあ、そこでね、言ってしまう。
シカルトの話が終わってしまうんですけどもね、その人たちが今いろんなところで居場所をね見つけようと、まあ、いろんな試行錯誤してますよね。で今若い人たちにとってはね、そういう人たちの居場所の一つとしていわゆるネットの中、インターネットのね世界っていうのがあるんだと思います。まあそこでだったらね、周りの人たち直接顔の見えない人たち、ね、に対してだったらね正直に、いや俺今死ぬんだよね、もう生きていくの辛いんだよ、今の学校でやっていけないよってですね正直に言える、ね、そしてまあそれを周りの人たちもね、それを見ている人たちもね、私も実はって言ってですね同じような悩みを持っている人たちが集ってね、そこで本音を話し合える、ね、でまあ特に、まあ、日頃の利害関係もないのでね、まあそういう意味では遠慮もなく言い合えるというような場には一応はねなってはいますね。でもねなかなかインターネットだとそこから次の一歩をね、まあ顔も見えない相手に、まあ、自分の心の中をね裏打ち明けて、でもまあパッと現実を見ると現実の方は何も変わっていないね、まあそういう状況になってしまったり、あるいは今度ね顔が見えないためにあまりにもねこう率直に自分の気持ちを言い過ぎてしまって、そして今度それに対して誰かが今度言ってきた一言に傷ついて、もうね立ち直れないぐらい傷ついてしまう、あるいは今度話がどん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 暗い方にみんなでね悲観的な方に行ってしまって、じゃあもう生きててもしょうがないからみんなで一緒に死にましょうなんてね、まあ、そういう話になっても、ね、誰か顔が見えてそこにいてねお互い顔を見合って話してたら、いやちょっともうちょっとやってみようよなんて話も出てくるかもしれないけど、言葉だけのやり取りですからね引っ込みもつかなくなり、ね、じゃあもうそうしようっていう話になって、まあいろんな集団で自殺をしてしまうとかですね、まあ、いろんな弊害問題も出てきています。あとまあインターネットですからね、お互いもう顔も見えないんで、まあ、いろんな意味でなりすましなんてね、男なのに女なって言ってたとか、ね、10代なのに、ね、大人なって言ってたとか、あるいはまあそういうところに若者が集うっていうことでね、なんかいいおじさんがですね高校生ですなんて入り込んできてね、まあね若い女の子と話をしたいからね、まあ、そのようにお話をしてきて昨日写真出ようみたいな感じでね悪用したりとかっていう、まあ、そういったねいろんな問題がそこでは起きてきていますが、それでもねまだそこで、まあ、一人でほっとしているという若い人たちもいますけどね。まあ、それからもちろんね、いろいろ地域地域でね、まあ、そういう生きづらさのようなものをね媒介にして集まって何かをしようっていうね、まあ、そういう若い人たちもね今出てきてますよね。今日ね私たまたま本当に、まあ午前中に、ね、会ってた40代の若者じゃないけども新潟から来た、月野浩二さんというね、中年って失礼だな彼はもともとアルコール依存が症で、引きこもり経験もあって、今は新潟で、会社員になりながら、新潟でですね、その月野さんという人は、壊れ物の祭典っていうすごく変わった名前のね、グループをやってるんですよ。でその壊れ物の祭典っていうね、10人ぐらいのメンバーがいて、まあ、それぞれみんなメンタル系のようなね、うつ病とか依存症とか統合失調症とかね、あるいは親から虐待を受けて、いろいろ問題があるっていったような人たちが、まあ、集まって、イベントっていうかパフォーマンスをやってるんですね。で月野さんっていう人は、詩を朗読する。でその詩の朗読っていうのが、ただ詩を読み上げるんじゃなくて絶叫朗読というですねものすごい強烈な、まあ、インターネットなんかでそれこそ動画も見れますのでね、もし気が向いた方が見てもらいたいんですけども、もう人生なんでもありとかね、アルコール依存になってありがとうとかですね、ものすごいとにかくね迫力で自分の詩をねこう怒るパクるっていうね、まあ、そういうパフォーマンスをやるんですよ。
で、私前から知ってたんですけど、最近その壊れ物の宣伝っていうイベントを東京でもいろいろやったりするんでね、審査員みたいな感じで行ったりするようになって仲良くなって、去年中にね、ちょっと次どんなことやろうかって話をしてたら、月野さんがね、実は僕は協会員でね、新潟の協会員なんですよ、初めて聞いたんですよ。あ、そうなんですか、私今日これからね、七葉に行って協会の話するんですよ、なんて話をしてたけども、月野さんは、そういう意味では、そのね、居場所がない若者たちの居場所の一つが協会にっていう、理想の人みたいに、今日連れてくれなかったですね。そういうの。で、彼は、いわゆるそのアルコール依存で AA をね、やって、っていうね、匿名でアルコール依存の人たちが自分のね、体験を語りつつ、みんなで支え合ってお酒をやめるっていうね、アルコールアノニムスっていう AA っていう、日本は男子会っていうね、お酒をやめる人たちの会と、その AA っていう会と2つの、流派っていうかね、あって、彼はたまたま AA に行ったりして、でそこのいわゆるこうスポンサーみたいな、そのなんか求め役みたいな人がたまたま牧師さんでね、ちょっとアルコール依存を経験した牧師さんだったんですって、それで、君は対人関係が下手だねって言われて、ちょっと教会でも来てね、青年会がなんか入ってね、そういう人たちと交わってみたらどうって言われて、まあ、そこで教会に興味があって、でそしたらなんか、何があるのかないのか分かんないけど、そこの青年部のね、女の子を好きになっちゃって、その女の子が洗礼受けるって頑張ろうって言って受けるんですって。で、あ、そうなんだ。でもその人ね、今回の新潟からこの連休を利用してね、東京でいろいろそのイベントやったり、ちょっとラジオもね出たりもいろいろして来てて、あったんですけど、あれでもこの昨日から来てるってことは教会とかって言ったら、いや実は最近あまり行ってないんですよって言ってですね。まあだからでもいわゆりまして、そこの教会にね、その別の人に会って、それで壊れ物の祭典っていうね、パフォーマンスをすることだったんですって。それはね、なんか教会、さっきね関谷先生が歌ったって言われましたけど、そういうようなクリスマス会かなんかでみんなが、次々出てきて、まあ、そういう賛美の歌とか歌ってる中でね、一人また別のメンバーが出てきたのが、僕は自作の歌を歌いたいですけどいいですかって言って、みんな言い張り物って言ったらね、なんかある若者が飛び降り自殺をしたっていう歌を急に歌い出して、みんなすごいもうドン引きしてしまってね、ね、もうみんなふってこう固まってしまったんだけど、その月野さんとしてはこれは面白いと思って、いや君そんなネタ歌うと一緒にやろうよって言ってね、それでイベントを始めたっていう話をしていました。で、まあね、そのように、まあ月野さんっていうその人たちはね、まさにその教会をに行くようになって、そこでなんか仲間を見つけてね、場所も一時的なだったのかもしれないけど、彼はね、場所、まあ、泊まり木みたいなね、場所として教会っていう場に、まあ、こう発展してね、そこで、まあ、そこからまたね、次のステップ、まあ、でも彼はちゃんとね、教会ですっていうぐらいですから、もちろんここの中にはそういう気持ちが強いなと思うんですけどね、あります。まあ、そういう人もいるわけです。で、まあね、まあ、先ほどから言ってるようにね、その病院にその組み込まれて患者としてね、病院に組み込まれるわけではない。でも今ね、その自分のその泊まり場所がどこにあるんだろう、なんか今のこの競争社会の企業とか学校ではないね。で、まあ、うまくそのね、ボランティアグループとか、そういったいろんな若者のちっちゃなグループとかね、まあ、そういうところを見つけてね、あ、ここだって思える人はいいけど、そんなね、どこにでもすぐにいるのね、身近なところに必ずそういったね、同じ仲間がいるとは限りませんよね。で、そうなった時にね、やっぱり、まあ、その月野さんとしてもまさにそうだったようにね、まあ、教会はどこの地域にもあるね。で、そこには必ず人がいて、ね、で定期的に礼拝をしてたりする、ね、よく患者さんでもね、私の患者さんでもそういう自助グループ、今ね同じような病気の人たちのグループが全国各地にあってね、そこに行きたいんですっていう人も多いんですけども、そういうところは大体ね、こう不定期開催だったりするんですね。なんか次は10月だって言われちゃったんですとかね、もうね、春は終わったって言われましたとかですね、最近ちょっとこういうところでやってないって言われましたのでね、いつやってるか分かんない、ね、で、まあ
それに比べればっていうのがすごく変態だったんですかね。恋愛はいつも同じ場所でやっている。これはね、非常に私たちがやっている精神科の治療と少し似ているところがあるんですね。それはどういうことかと言いますとね、例えば礼拝にね、多分来られて最初ね、来られる方でもすごくこう信仰心が燃えている時はね、毎日礼拝に行きたいとかね、月曜日も火曜日も水曜日も礼拝があればいいのにとかね、おっしゃる方とか思う方っていると思うんですよ。でも礼拝って、基本的には日曜日ですね。でもちろんその途中途中にいろんな祈りの会とかいろいろあるかもしれませんけど、基本的には、教会では日曜日になりますよね。でこれね、精神科の診察も同じでね、毎日通いたいです先生って言ってるんですね。たまに先生と話をしたらなんか気持ちがね、すごく楽になった、明日も来ていいですか、明後日も来ていいですかって方もいるんですよ。でこれは私たちね、よほどのことがないがいい、すごく今ね、こう急性のね、急を要する状態でね、毎日見ないと危険とかっていう方でない限りは、基本的には1週間、2週間に一遍、ね、落ち着いてきたら1ヶ月に一遍で結構です。だいたい1週間かな、2週間かな、そんなものに一遍というふうにしてます。それからね、あと場所もそうなんですね。例えばある方はね、いや先生、ね、先生からさ、そこ聞かれるんだね、先生、私ね、3万円お金出しますから、うちに来てくださいよとかね、ね、2万円出しますから、ちょっと隣のスターバックスでね、ゆっくり先生とお茶飲みながら話をしたいんですよとかね、そういう方もね、たまにはいます。2万円って言わなくても、ね、いや、ちょっとね、スターバックスでね、なんとかね、先生のほんとね、ご診察じゃないところでね、かかれないんですよ、ゆっくりとかっていう方もいます。で、それはね、私たちは、それは基本的にはそれこそよっぽどね、今もう自殺未遂をしたとかって言って往診に行かなきゃいけないとかそういう時もありますけど、それ以外の時にはいや病院に来てくださいねって押してお願いするんです。で病院に来た時もロビーで雑談するんじゃなくて診察室に入ってねお話をしましょうっていうふうに言います。それはね、なんでか意地悪でねそうやって言ってるのかっていうと、そうではなくて私たちの考えではそれで治療を構造化するっていうんですけど、ある構造に当てはめるんですね。でその方にとっては毎週火曜日に病院に行けばね、先生がいて、その先生が自分のために15分20分とか限られた時間でも用意してくれて、そこの中でね治療はお話ができる、ね、そうするとね、じゃあ来週までに何を話そうとかね、いろんな気持ちになる。またそうやっていつでも行けるとかね、家にも来てくれるとかね、スターバックスでも話せるとなると、本人も非常にやっぱり依存的になってしまってね、もうなんかなんと自分で決められることでも先生決めてどうしたらいいの、またこんなことやっちゃったってですね、再現なくね、もう本人がこちらに依存的になってしまう、ね、そうするとね、もうその方もこれは先生の意見だったのか、私が決めたことだったのか、その境界も曖昧になってしまってね、なんだか心が逆に混乱してしまうという方もいるんですよ。なのでね、ある意味そうやって治療も構造化して、決められた時間、決められた場所にね、毎週行くっていうことでね、だんだん本人もそれで心がね、しっかりと整理、そこを中心として、そこを一つの柱としながらね、生活や心の中が立ち直っていくというですね、そういうことがあるんです。そういう意味でもね、私はこのね、教会の礼拝にね、毎週ね、日曜日の何時という時間に来る、でそこに行けば、ね、教会とか礼拝が行われている、ね、守られている。で、例えば調子が悪くて今日は行けなかった、でも今はやってるだろうな、あるいは来週行けばまたやってる。患者さんもそうですね、今週先生どうしても家を出れない、今週はちょっと行けません、ね、わかりました、じゃあね来週また同じ時間にお取りしておきますのでお見てくださいなんて言ってですね、翌週来ていただくっていうふうにする。そうするともちろんね、医者はね転勤をしてしまったりとか病気で辞めてしまったりすることあるかもしれません。基本的には毎回同じところに行
けば同じようになっているっていうですね、まあ、そういうね病院というか、まあ、そのね、まあ、治療の精神科の医療の進め方とかね、まあ、教会っていうものの在り方とちょっとねやっぱり私似てるところがあるのかなと思うんです。でそういう意味でね、まあ別に病院で抱えきれない人を教会でお願いしますとかってね言うつもりもないんですが、でも私はそういうね、場所を求めているどこにもつながることはできない、インターネットの中でかろうじてね、このもうきっと顔も見えない相手にしか本音を言えないっていう、まあ、そういう生きづらい生きもしんどいっていう人たちに、まあ、ために教会というかね、ある種の果たす役割、まあ、もちろん場所だけの問題じゃなくてキリスト教というね、まあ、そういうあの宗教の問題なんですが、ことなんですけどね、それがある種果たす役割、果たさなきゃいけない役割というのが私はね、あるんじゃないかというふうに思うんですね。